さあスタジオにはですねドラゴン足のアツシさんをお迎えしております。よろしくお願いします。こんにちは、ドラゴン足のアツシです。よろしくお願いします。アツシはねパワースポットですよね。いやそんなことない。アツシはパワースポット、もういいエネルギーをばらまいてますよ。皆さんのおかげです。本当にこんなに通りかかったねダンサーをねこんな温かく迎えてくれてありがとうございます。でもその前向きっていうか人の後押しをしてくれる姿勢っていうものはそれもともとそうだったんですか。いやどう、まあ本当皆さんに感謝だしね、まあなんか昔から親にそういう風に言われてたかもしれないし、人に感謝をしなさい、皆さんありきの自分なんでありがとうございます。いや素敵で、あの先日、先月ですよね、はい、あの遊びに来た時もアツシは多分覚えてないんだろうなと思ってたらですね、やっぱり約束をちゃんと交わす男でもありまして、前回来た時、はい、あのドラゴンアッシュの横浜アリーナ公演のブルーレイ DVD のリリースのタイミングでまたやろうねとか、はい、っていう話で、それが一昨日だったんですよ、はい、どうですかリアクション、リリースしてる、うんね、なんかこうあっという間だったなっていう、それに向けてみんなでなんかちょっとコメント取りとかもしたんだけど、うん、まあ、楽しかったです。なんかこうまあ本当それなりにみんな思いを込めたライブがこうやって一つの作品になるってことはとても嬉しいことですし、うん、もうあの、ね、みんなに一人でも多くの人に見ていただきたいなと思います。これがあのライブツアーマジェスティックファイナル横浜アリーナのライブで、これ実はあの生中継もされてたんですよね。はい、そうですね。でどんなことを覚えてる。生中継どんなことを、もうでもね楽しかったし必死であっという間だったかな。ライブ生中継してるってことはライブ中は忘れてたかもしれない。あ、うん、忘れる、うん、なんか、うん、カメラはたくさんあったけどそれよりの、うん、なんていうの目の前の人たちに向けてやってたから、うん、あんまりそれに対しての記憶はないかも。でもその映像見たらおと思ったりしてそう打ち上げで、うん、あのメンバー揃ってドラゴンアッシュみんな3回ぐらい見たって。そうですね、某お店でね、ジョージも知ってるお店でみんなで知ってるね。あんまり一人でこうやって2階の方ですか。そう2階、1階の方、1階の方、1階の方で、1階の方で。え、自分が出ている作品ってどう見るんですか。そう自分には厳しく見るんですか、それから全体を見るのか。できるだけやっぱ全体見るようにするかな、うん、なんとなく自分のその癖というかあれで。でも一人で見るのは照れるから、うん、あんまり自分じゃ見ない。みんなで見るってなったら見るけど。じゃあジョージ見たりする。自分のあのうんあの向上するためにそういうことね、もちろん、ね、悪い癖とか口癖をなくすために、うん、まあ聞きますけど、なんか楽しみながら聞くっていうのもほぼないですね。あ、そうですか。なんか、もうちょっとこれ上手に言えたはず、どうして、体動かしすぎやっぱり上手でもあるんですね。ある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 、ね、まあ、ツアー中はそういった反省じゃないけど、もっとそのブラッシュアップっていうかいいものを作ろうっていうために弾きの映像を見たりするけど、そうですね、みんなたまにこうなんかこう登録っていうか、うん、なんかこうテレビが入ってフェスとかも、うん、その中継されるじゃないですか、うん、で帰りの車でみんなで見たりするときはそういうの見たりする、okay, okay. なんかこうそういう感じです。あの横浜アリーナ、まあ、これツアーファイナルでいつもより、まあ、大きい会場じゃないですか、うん、っていうのはいつもより動くっていうことですか、うん、走り回る。そうですね。じゃあ、まあ、ツアーファイナルが一番あの体力使う。ね、使ってたっぽいですね。ボロボロになってたもんね。なんかこう、うん、ドッグラン解き放たれた犬みたいな、ドッグランにワンワンキャンキャンいろんなとこ行っちゃうみたいなの楽しかったですよ。でこれあのこのライブツアーマジェスティックファイナル横浜アリーナ、これ一昨日リリースされても、はい、あの目の前にありまして、はい、インタビュー本もついてるんですよね。そうなんですよ。あのずっとこうインタビューをしてくれてる早川かの子さんがこう熱い思いがありまして、一冊の本にその昔からずっと20年インタビューし続けてるものが一冊の本になって。でこれねペラペラの本ではないんですよ。400ページあるすごくない。ね、すごいですね。400ページですよちょうど、うん、いやあのね面白いですよ。で自分で言うのも変ですけど、うんうん、面白いと思います。名言がいろいろあったり、いやそんな20年分のインタビューが詰まってて、最後はその横アリの前にそれぞれ受けたインタビューが載っているっていう感じなんですけど、
僕も知ってる人たちの話ばっかですよ。多分ジョージは知ってるな、なんかこのこれ知ってるなみたいな話たくさん出てくると思いますよ。そうだっけとかね、もしかしたらあるかもしれない、はい、はい、今日ドラゴンアッシュのアッチーさんをお迎えしておりまして、ここで一曲かけたいと思います。で、これライブブルーレイ DVD ライブツアーマジェスティックファイナル横浜アリーナの中にも収録されてる、はい、曲ですね。ストラゴンアッシュ and Mix It Up Mix It Up で、今日はですね3月28日おとといライブブルーレイ and DVD ライブツアーマジェスティックファイナルあと横浜アリーナをリリースしたドラゴンアッシュからアッチさんをお迎えしております。はい、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。自分の曲、まあ自分たちの曲、うん、ラジオでこうやってたくさん流れるんじゃないですか、うん、慣れたようなもんですか。車で移動中、例えばチャートでドラゴンアッシュ今週の第4位とか5位とかね、1位とか散々いろいろ経験してきたんじゃないですか。なんかやっぱ Turn it up! 照れるよね。だって常時、例えば自分の声がさ、ラジオとかさ、うん、媒体から流れてきたら常時どうやって思うんですか。みんな黙って聞いて No いや照れる照れる、ね、まあ、そのなんか照れる感じはあります。まあ本当嬉しいですけどね。ドラゴンアッシュ、じゃあツアーが終わって、うん、みんなちょっと休憩してるって感じ。そうですね、それぞれなんかまたインプットしたりとか、うん、こうそれぞれのペースで、まあ先々週は幕張メッセでライブもあったりしたんですけど、 OKOKOK、うん、やってます。4月には私はドラゴンアッシュではなく、はい、これ風神雷アッシー、はい、ウィズ中村達也と一緒に2本のライブやるんですよね。そうだ、中村達也さんとなんかその踊りと太鼓というかダンスとドラム、うん、のユニット風神雷神という名義で風神雷、OK、はい、風雷をやってて、それは4月14日に新潟県の柴田市でやりますね、はい。中村達也さんとどうやって一緒にユニットを組むようになったんですか。311以降に出会ったとは思うんですけど、まあなんかやってるうちになんかこうそういう話になって、踊りと太鼓でやってみようみたいな、まあ言葉が生まれる前に踊りと太鼓はあったかもしれないし、なんていうんですかね、こう今 AI とかいろんなことが発達している、うん、テクノロジーが発達している世の中、まあ、こうプリミティブな原始的なことをやってみてもいいかなと思って、うん、まあ、あと踊りと太鼓だから子供から年配までこう、ね、誰でもできるし、誰でも見れるっていうか、うん、なんでこういろんなところでやらせてもらってます。これ例えばわけじゃ太鼓とダンス、うん、これ一回限りとか そういうのを OK じゃあ一回やってみようっていうのは何となくあって分かると思うんですけど、でもあまりにもうまくいって、これじゃあユニットにするべきって決めたんですよね。まあ、なんとなく2人でやってみて、そう風神雷神っていう名前が出てきて、それでやらせてもらってますね。なんか各地で風神雷神、そうなんです、風神雷神、はい、僕ねこれ何度も書いて、さっき多分僕風神雷って言ったと思うんですけど風神雷神、そう漢字はね、風に人に雷に人にしてますけど、はい、これ難しいですよ僕にとってそういう頑張る頑張る頑張る、そういうことね。いや、まあ、そうそうそう、風雷で、はい、そう、なんか風神雷神、はい、やらせてもらってます。なんかこう、まあでもどこでもできるし、とてもいいですよ。これお寺、今度はなんかそこですね、なんかまあでもその神社であったりお寺であったりっていうところが増えてきて、まあ、なんでしょう、まあ、生音でやってるんですけど、本当にドラムセットも自分たちで運んでセットしてとかそういう感じで、まあ、どこでもできるんですよね。まあ、でもその子供たちとか年配の方たちとかいろんな人が集まれるような意味ある場所でできたらいいなと思って各地の人と話してて、今回はそういうところになるっていう。子供って最初ちょっとシャイだったりとかするんじゃないですか。もう最後ねすごい踊ったりしてる、この前の沖縄の宮古島でやった時は、うん、最後子供たちすごい盛り上がってた。あ逆にステージからちょっと降りてとか思うぐらいもう上がってきてもいいんですけど、でも下ですごいなんか楽しそうになんかこう踊ってたりとかしたから、なんかそのやっぱ踊るとか、まあ、祭りじゃないけど そういう文化はやっぱ根付いてあるんだなと思いましたね。じゃあそういうお祭り文化があるから、そういう例えば何そういうダンサーとドラム太鼓でやってることにそんな抵抗はみんな持ってない、なんか多分不思議そう、どんな感じなのか、ドラゴンアッシュの人とあと中村達也ってまあレジェンドだし、まあそうですね、どういう感じになるのかなっていう気持ちで見に来る人たちもいると思うんですけど、
大人の方がそうやってこう頭で考えて見に来るかもしれないですよね。子供たちはなんか最初なんだこれこの2人はって言ってますけどそうね2人ともタトゥー多いななんかお絵描きしてあるなみたいな。そう、そうお絵描き黒マーカーで、そう、はい、そうでもなんかまあみんなそのやっていくうちに引き込まれてくれてるのかわかんないですけど、なんか最終的には一体になってまたねみたいな感じでやらせてもらってます。 OK 風神雷神、はい、覚えてください。 OK 風神雷神、はい、言えるようになった風神雷神。 OK 続いてこれもまた万葉音楽祭2018天孫降臨、すごい名前ですよね。すごいね。現地の人がつけました。島根県でやらせてもらってるんですけど、どんなライブになりそうですか。なんかね、それはその神楽っていう島根県益田市にずっとあるあの石見神楽というのがありまして、うん、そこと一緒にやっているというか、まあ、伝統芸能なんですけど、まあ、地元にありあの昔からある伝統芸能で、まあ、地元では当たり前なんですけど、最初見させてもらった時に本当素晴らしくて、なんかその古き良きものをいろんな人に知ってほしいなと思って、まあ、一緒にやることによって架け橋になって、うん、なんかいろんな人たちに知ってほしいなと思って一緒にやらせてもらってます。中村さんはどういうこの活動についてどう考えてますかね。どうなんですかね。ドラム叩くのは好きですそうで、彼もいろんなねそういう挑戦をしてますよね。そうですね、最高、いやすごい素晴らしいなと思います。ハートある人でね、うん、大好きね、すごいですよね。中村さんお待ちしておりますどこにいるんですかねあの最近フランスに、そうですね、はい、フランスに行ってました。3月の前半にパリとラロシェルとボルドーと。何をしたんですか。まあ、なんか現地の人たちに会いに行って、まあ、なんかこの前遊びに来た時もちらっと言ったんですけど、うん、海外でもまた少し踊ってみようかなと思いまして、おうおう、まあ、そのためにちょっとこう行ってきたっていう感じです。で海外で踊れそうですか。フランス、インフランス、秋ぐらいにやろうかな。インフランスなんか公演でも。ジョージ見に来てくれますいや、あのスカイプで見れるかなそうだね世界は広くなる。いや行きたいですよ、うん、行きたいですよ。やって、でもどうしてフランスって。どうしてなんですかね、うん、最初なんか行ったのはパリコレかなんかだと思うんですけど、うん、それですごいなんか好きになっちゃって、まあしばらくほんと311起きてからその東北ずっと、うん、今でも行ってるし、うん、日本の、まあ、それで伝統芸能とか各地の伝統芸能とも出会ったんですけど、まあ、またこう東北に行くようになって伝統芸能との出会い、まあ、さらに強くなったっていう。そうだ、311があって日本とさらに向き合うようになった、うん、こう世界の方に目を向けてたんだけど、日本にも素晴らしい文化がめちゃめちゃあるじゃないかっていうことにやっと気づいて、でこう少し勉強もさせていただいたので、またその勉強させていただいた上で海外でもちょっと踊ってみようかなと、うん、それでまあ なんとなくフランス好きだから行ってみようかなみたいな。いやいいね。まあじゃあそのタイミング、まあ、その前にね、まず今夜だね。そうですね、今夜ね、今夜ね。そう、あっちと僕はですね、あの1年に1回1年に1回、そうなんです、少なくともね1年に1回、はい、そういう集まり会をやってるんですよ。はい、そうなんですね、はい、でも集まり会って言ってもね、でもね、いろいろ来ていただいて、ああでもないこうでもない、ゆったりのんびりお話をするっていう会があるので、そうそうそう、楽しみにしてます。じゃあ続きはオフエアで。そうですねAlright、 あの、はい、ドラゴンアッシュのアッチーさんでした。ありがとうございました。いつもありがとうございます。Thank you. ありがとうございました。